とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、キュービ先輩の使い方。これをね、やっていきます。で、その中で、キュービ先輩の必殺技のね、ランキングも発表します。よろしくお願いします。まずはですね、必殺技、キュービ先輩何があるのか見てみましょう。キュービ先輩の必殺技は3つありまして、まず紫の舞、そして革命のフルーレ、狂乱のセレナーデ、この3つですね。まあ、どんな感じの必殺技なのか見てみましょう。ではまずですね、紫の舞です。紫の舞は、一発一発のね、ダメージは少ないんですよ。一発のダメージは低いんだけども、その場にね、とどまって、12回ダメージを入れます。一発は低いけども、12回ダメージを入れるので、かなりのね、高ダメージを狙える技となっております。ただ、12回なので、その場にね、結構とどまる。とどまるのよ。なので、隙がね、多い。なので、即死攻撃とかを持ってるボスに対しては、しっかりとね、隙を狙っていかないと、痛い目を見ますね。で、まず、紫の舞。まあ、こういう感じですね。回ってる間、で、回った後に若干隙ができるので、そこはね、注意していかないといけません。では、続いてはですね、狂乱のセレナーデですね。狂乱のセレナーデは、一発だけのダメージです。一発だけなんだけども、そこまでね、ダメージは取れない。攻撃力ではないので、ダメージは取れないんだけども、範囲がね、広いんですよ。範囲が結構広めで、雑魚敵が出てくるダンジョンでは、かなり使える必殺技になります。まあ、食らうとプンスカになるんだけども、ボスには効かないので、まあ、おまけ程度だと思っておいてください。まあ、雑魚戦ではね、間違いなく、すごく役立つ必殺技ですね。これが、狂乱のセレナーデですね。それでは、最後の必殺技、革命のフルーレですね。革命のフルーレは、一発一発のダメージは、紫の舞と変わりないです。紫の舞と一緒のダメージぐらいと思ってください。それをね、6回、攻撃します。6回で、紫の舞と違って自分の周りではなくって自分の先ですね。そんなにね、遠くまでは届かないんだけども、まあちょっとはね、遠くまで届くので、まあ狙っていけばいいかな。ただ威力は微妙です。威力は微妙。まあ6回叩くんだけども、隙はね少なめだと思ってください。革命のフルーレ、こういう感じですね。こんな感じです。それではキュービ先輩の必殺技のランキングをいきたいと思います。ではですね、第3位は革命のフルーレですね。はっきり言って革命のフルーレは使えないです。使いにくい。ダメージも低いし、そこそこ隙もあるし、範囲も狭いっていうことで、あれはね、必殺技の4つの中には組み込まない方が俺はいいかなと思いますね。あれが3位です。そして2位、第2位は紫の舞ですね。ボス戦ではね、うまいことついていくとすごく強いんですよ。ダメージ結構取れて、強いんだけども、まあ総合的に見て、まあ、2位かなと思います。はい。ということで、第1位は、狂乱のセレナーデですね。まあ、必殺技のね、威力自体は低めです。低め。だけども、まあ、単発で隙も少なくって、で、さらに雑魚戦でもね、大活躍っていうことで、狂乱のセレナーデは間違いなく使いやすい必殺技の一つ。だと思います。はい。3位が革命のフルーレ、
2位が紫の舞、1位が狂乱のセレナレですね。で、ボスに行く際の構成ですけども、ボスによります。雑魚戦がね、結構多いなっていうところでは、セレナーデをね、2つ3つ入れていい。うん、セレナーデを2つ3つ入れていいと思います。俺はね、セレナーデ3の紫の舞1ですね。で、ボスが結構隙を見せるタイプだったらば、紫の舞を2つ入れていいと思います。うん。まあ、このどれかだね。セレナーデさんの紫1つ。もしくは、セレナーデと紫の舞を2つずつ。っていうのを、キュービ先輩はおすすめします。ではではでは、実際にね、ボスで使ってみましょう。夜の学校、久しぶり来たね。久しぶりに夜の学校来ました。まあ、ここもね、だいぶ難易度下がりましたよね。他に難しいところが出てきたんで。さあ、ボスはゴルゴーンか。一番弱いやつです。まあ、ここのね、夜の学校みたいなところは、道中長くて雑魚戦多いでしょ。そこは、セレナーデ多めがいいです。うん。の方が快適にやれるので、セレナーデ多めに入れてくるといいと思います。で、こういう感じでね、隙を見せた時だけ、紫の舞を入れる感じですね。隙じゃない時にやっちゃうと、ほんとボコられてしまうので、そこは注意が必要ですね。うん。まあ、基本的にはね、セレナーデ使いやすい。うん。結構遠くまで飛ぶし、隙も少なめなので、いいですよね。おっしゃ、安定の花子さん。うん。隙がね、ない時に使っちゃうと、おお、これはまあ吹っ飛ばしたんですけども、隙だらけのね、ところに、がっつり攻撃入れられるので、まあ、特に、ダメージが多いやつ、まず、ラスボスとか、ラスボスっていうか、ドーベルね。あいつとかにやっちゃうと、もうとんでもないですよ。うん。多分死にます。うん。多分死ぬので、そこは注意してください。ほらほら、こうダメージありきで攻撃をする感じなんでね。紫の舞は注意。うん。この敵がね、この長いための間に使うっていうのはいいですよ。それ以外は、ちょっと注意が必要。確かに威力は高いのよ。紫の前。うん。でもまあ、注意が必要な技ですね。危ねえ。はいはい。あと一発で終わりかな。よし。セレナーデあと一発で終わりです。はい。まあ、紫の前はちょっと癖があるっていうことを覚えておいてください。キュービでした。はい、ということで今日はキュービ先輩の必殺技のランキング、そして、実際にボスと戦って使ってみました。まあ、こんな感じですね。で、他にもあと12キャラ、うん、変身ヒーローがいますので、そのキャラクターも使っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。